皆様こんにちは。前回の動画で線路の敷設、駅の設置ができるようになりました。それでは早速、駅の設置を行いましょう。丹沢駅から新駅の予定地まで、ここにも雑草地が存在しています。いかにも、ここに線路を敷設してくださいね、という感じですね。今回はこの雑草地に線路を敷設する前提で、駅の設置場所を考えてみました。仮設置してみました。この場所は発展していて、多くの利用客が見込めるようです。少し離れたこの場所では、少しの発展で利用客が多くないとのこと。遊園地の近くも見込みがあるようですね。池の北側だとほとんど人がいないので、利用客を増やすためには苦労しそうです。本来の設置場所近くで駅設置の準備。最初に回転して駅の向きを決めます。次にホームの数。将来的な発展のことなどを考えて、ホームは4線準備します。ホームの長さは、現在運行している列車が5両編成なので、5両対応とします。改めて仮設置し、そのままマウスでドラッグすると、任意の場所に設置しやすくなります。今回はこの場所に設置することにしました。カレンダーを見ると、8日にヘルメットが表示されました。これは駅が完成するのが、4月8日だということを示しています。ちなみに必要な資材数や建設日数は、ここに表示されています。新駅の名前は北三浦駅。1日あたり2個の資材を消費します。4日なので、合計8個の資材を消費するわけですね。続けて線路を敷設します。主に雑草地に線路が通るように敷設してみましょう。丹沢駅に線路を接続していない理由は、後ほど説明します。イベントまで時間を進めます。はい、ここが重要なポイントです。秘書の言う通り駅が未完成なうちは、列車が到着しても乗客は乗り降りしません。にもかかわらず、線路は繋いでください、と言われますが、このタイミングで線路を繋いでしまうと、当然経費だけが加算されてしまいます。なので丹沢駅の手前までは線路を敷設しますが、駅には繋げないようにしてください。時間を進めましょう。今回は2日分進めます。
イベントのタイミングなど、不定期ですが時々社長室が表示され、保存するか尋ねてきます。皆さんも実際に遊ぶ際は、休息を取ることを忘れないようにお願いしますね。今回はゲームに戻ります。あとこれは仕様だと思うのですが、イベントとしての保存確認が表示された後は、マップ下のカレンダーなどが消えます。必要な場合は再表示させてください。駅が完成するまで時間を進めます。14時になってしまいました。工事が完了し、駅舎が完成しています。イベントアイコンをクリックしましょう。用地売買用のメニューが追加されました。土地の買収については簡単です。集合住宅や雑居ビル、工場などの他社物件として、存在している場所以外は、公園などの公共施設も買収することができます。ただし秘書の説明にもあったように、何もない場所と、民家などがある場所では、価格に大きな差が出ますので、必ず資金を確認しながら実行してください。あと斜面や池、海、川はダメです。平面の土地だけになります。売却については2種類あります。即時処分と売り出しです。即時処分はすぐ不動産会社に売却して、資金を得ることができます。しかし価格は本来の土地価格より、かなり安くなってしまいます。売り出しは、本来の土地価格に近い金額で売却することができますが、景気が悪い時など、購入する相手が現れるまでかなり長い時間が必要な場合もあります。では実際に買収の予行と、売却してみましょう。買収、売却ボタンを押すたびに、取引可能な土地部分のみが、本来の色で表示されています。買収でマスを選ぶとこのような感じになります。売却ですが、4000の延長先を売ってしまうと、敷設の際にまた購入しなければいけないので、駅の南側を対象にします。高い建物で土地をクリックできない場合があります。
この場合は土地が見えるようにマップを回転させるか。表示階層を低くして土地を見えるように変更します。これで無事にクリックできるようになりました。即時売却と売り出しの価格差はこうなります。結構差がありますよね。今回は急ぐ必要がないので、売り出しで売却します。売却のままで売り出しの土地をクリックすると、売り出しがキャンセルされます。即時売却だと、このようにすぐ他社の土地になります。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくださいねー。